それでは皆様、改めましておはようございます。おはようございます。赤津公会の皆様、赤津公会の皆様、赤津公会の皆様、それから福祉館とでコラボレーションして暁を応援していこうというそういったようなイベントを行っています。前回8月5日に第1回目を行いました。今日第2回目ということで今村先生に惑星の地上についてお話をしていただくということで、今日は小さなお子様もちらほらいらっしゃるようですが、難しいお話が少しあるかも。はい、ということなんですが、頑張っていただければと思います。では、すみません、少しアナウンスをさせていただきます。今日、今村先生のお話が、数十分ぐらいありまして、その後、今村先生がたっぷり質問してくださいということなので、質問時間の方を長めに取りたいと思っています。で、そのお話の方を終わりましたら、11時ぐらいから皆さんでちょっと金星の風を感じてもらおうということで、少し工作を、簡単な工作でパラパラマグロを作るというものなんですが、後ろのスペースと、ハサミカゴを使って少し工作をしていただきたいと思います。それと、晴れていれば、晴れていれば、博物館の40センチの大きな天体望遠鏡があります。その天体望遠鏡を使って昼間の金星をご覧いただこうと思ってますが、その模様がですね、微妙だね。ですので、ちょっと空模様を伺いながら、なので工作の間に今からじゃあ何人ずつぐらいでこう見に行ってくださいというご案内をまたしていきたいと思います。はい、それが終わりましたら、12時ぐらいに一度締めたいと思いますが、その後お時間ある方で、先ほど受付でも少し説明をいたしましたが、みんなでよかったら今村先生囲んでお弁当でも食べませんかという企画をオプションで用意しておりますので、もしまだご注文されてない方、さっきよくわからなくてし忘れたという方いらっしゃいましたら、今のうちにお願いをします。はい、あと、今回初めての方も多く来てくださっていますので、もう一度だけ説明をさせていただきます。今回、赤月応援企画出席カードという、何に20本の反応をするカードがありますが、はい、20回いけるかどうか分かりませんが、とりあえず4回目までは確定しております。8月、10月、12月、2月とこちら相模原市立博物館でこのような暁の講演会をさせていただきます。そのために持ってきてくださったら、ちょっとラジオ体操の出席カード風なんですが、参考の方をさせていただきますので、今回初めての方も、もしよく次回いらしていただけるようでしたら、またカードの方をお持ちいただければと思います。はい、あともう一つ、これもハロウィン仕様のカードを用意しているんですが、裏の方に、暁応援企画サイトということで、ちょっと URL を書いています。こちらの方、パスワード付きで今回撮った集合写真などを皆さんにお配りするというか、見ていただけるようにできたらなと思っていまして、パスワードの方はちょっとここには印刷せずに、講演の後で、今回の写真をこのパスワードでご覧くださいという形で案内をしたいと思いますので、その時何かメモをしていただければと思います。アナウンス以上になります。はい、ありがとうございます。それではですね、早速今村先生にご講演をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。皆様、今日は、朝早いですから、はるばる、近くの方もいらっしゃるかもしれませんけども、お疲れ様が博物館までおいていただきまして、ありがとうございます。で、今日はですね、暁応援企画ということなのですが、せっかくですので、その暁に限らずですね、そもそも我々が目指している金星が何がどうこうしているのか、もう少し広げて、その惑星の範囲、特に暁で逆走としている惑星の大気とか気象というのはどういう重要性、あるいは面白さがあるんだろうということを中心にお話ししていこうかと思います。はい、よろしくお願いします。で、早速です、タイトルは考えたんですが、惑星の気象と地球環境とくっつけてみました。惑星と地球環境って何が関係あるんだろう、それはこの後のお話で、こんなことだったのかと思っていただければと思います。で、いきなり、惑星の話の前に、今我々が取り組んでおります金星探査機暁というのが、どういったこの状況にあるのかということをごく簡単にかいつまんでお話しして、それから本論の方に途中でよく分からないことがあったら、どんどん手を挙げて止めていただいてもいいです。あとで質問コーナーもありますから、そちらでもいいですし、ここはざっくばらんに。
ないようなことですが、あの早草という小惑星探査機が、2010年、2年前に地球に帰ってきました。で2003年に打ち上げられたので、もう足掛け7年ぐらいのとても長い歴史になったんですが、まあ、ご存知のように、まあ、花々しい最後地球に到達して迎えて、そこであの小惑星という小さな天体の進化を砂粒を持って帰るという、まあ、仕事を成し遂げたわけです。でこれで大変盛り上がっていたんですが、実はあまり知られていないかもしれませんけども、その1ヶ月前に、赤月は打ち上げられたんですね。2010年5月21日のことでした。でこの打ち上げ1ヶ月前だったので、この後の1ヶ月間っていうのはもう帰ってくる早草と出ていく赤月とさらに赤月と一緒に打ち上げられたイカロスという探査機で、もう人越えの大変な状態に相模原を陥っておりました。まあよくある時期を乗り越えられたものだなと思います。で、まあ、この時赤月は大変あの順調にいきました。でこれ相模原の組み立て室と書いてますが、すぐそこの中堅の、クリーンルームでの、作業の様子です。こんな感じで、すぐそこで赤月は最後の組み立てを行って種子島に運ばれていたというわけです。で大変順調にいきました打ち上げは。でその後打ち上げからちょうど200日目に金星に到着しまして、いよいよ金星に近づいて、このメインエンジンを使って逆噴射したわけです。で、なんで逆噴射をするかというと、そのまま金星に近づいていくと、すごい勢いで近づいていって、そのまま通り過ぎてしまうんですね。で、こう逆噴射をすることによって、速度を少し緩めて、金星の周りにこう回る、金星の引力を捕まえられるということなんです。で、金星に近づく前に我々は、金星の近くでこの時に探査機、赤月がなすべきことを全て赤月にあらかじめ教えておいて、もうプログラミングしておいて、全て自動操縦で、自動制御でずっと近づいてきたんですね。まあ、なんでそういうことをするかというと、直前になっていろいろ地球からこう命令を送ろうとすると、その時にたまたまこう天気が悪くて通信できなかったりとか、地上のアンテナが故障したりということがあるわけなので、そういったことがあっても、何があってもとにかく一回しかチャンスがないので、すべてが間違いなくうまくいくように、もう1週間ぐらい前には、すべての必要なコマンド、命令を全部赤月に教えておいて、覚え込ませておいて、あとは自分でただ近づいていく。それで地球ではそれをただこうじっと見守っているという状況だったんです。で、見守っていたのですが、いよいよエンジンがスタートして、逆噴射が始まって、うまくいったなと思って、金星の向こうに隠れていって、いよいよ地球から見て、金星の向こうから出てきて、予定の軌道に乗ってるかなと、例えばこういう軌道に乗る予定だったんですが、まあ、それがうまくいかなくて、ご存知のようにエンジンがうまく動かなくて通り過ぎてしまったわけです。でその後、まあ、いろいろ我々原因究明をしまして、どうしたらいいかと頭を絞って、結局エンジンはこの時壊れてしまったんですけども、補助的なエンジンがまだ残っている、そのエンジンを使ってもう一度金星に行こうという、まあ、計画を立てたわけです。でちなみにこれは金星のすぐそばを通り過ぎて、その2日後に金星を振り返って撮った写真なんですね。まあ、ちょっともう距離が遠かったので、これ見ても金星なんか何だかよく分かんないんですが、こっちは紫外線で撮った写真で、太陽が金星、この辺に金星がありまして、その三日月のように見えます。これは向こうの方から太陽の光が当たっていて、だから真ん中が夜の方から見ているので、こんな風に光が当たっているところが、まあ、細い三日月のように見えている。でこの同じ時に赤外線で撮った写真に金星全体がピカピカ光っています。これはまた後の話でも出てくるんですけど、この赤外線という目で見えない光で見ると、その金星そのもの、こういう星そのものが出す光が見えるということになります。で今赤月はどうしているかというと、その太陽の周りを金星と追いかけっこするような形でずっと飛んでるんですね。で2015年にもう一度、今から3年後に金星に近づくチャンスがある。でそこで残された小さな補助的なエンジンと残された燃料を使って、もう一度金星の周りを回る軌道に入れようという計画を立てて、今はとにかく慎重に探査機の運用オペレーションをしているというところなんですね。まあ、これがうまくいくかどうかというのはまだわからないんですが、できると信じているので、ぜひ引き続き皆さん3年後までお忘れにならないで赤月を見ていただければなと思います。さて、で、まあ、こんな大変なことをしてまで、なんで金星に行くのかというお話をしていこうかと思います。で皆さんよくご存知のように、太陽系にはいろんな惑星があります。で、少し前までは、太陽系には9つの惑星があると言っていたんですが、今は8つになっています。
ですね、冥王星が惑星ではなくてもうちょっと違ったものであるということになりまして、で、まあ、内側からせっかくなので惑星をどんな惑星があるか見ていくと、水星、金星、地球、火星という地球型惑星が、まあ、一番太陽に近いところがあります。ちなみにこの写真はこんなに惑星が太陽系の中でこうひしめいてるわけではもちろんなくてまあこんなにあったら空にもでかく惑星が見えますね。そうじゃなくて、これは太陽系に散らばっている惑星を近くにこう大きさの関係は同じままで近くにこう並べてみたものですね。ちなみに一番端っこにこう見えてる何だかよくわかんないのは太陽です。まあ、太陽はです、ね、まあ、バカでかいのでもう普通に描くともう巨大な円になってしまう。で、水星、金星、地球、火星という地球型惑星というのがあります。でこれは地球のようなこう硬い地面があって、その上にこう空気の層がある、空気がある、そういう惑星のことを言うわけです。その外側には木星とか土星という、まあ、巨大ガス惑星と言われる惑星があります。でこれは水素とかヘリウムというそういうガスでほとんどができているような惑星で、地面、硬い地面はあるとしてもずっと深いところにあるというふうに思われています。でさらにその外側に行くと、昔は巨大ガス惑星の一部、まあ、仲間に分類されていたこともあるんですが、今は巨大氷惑星と呼ばれる天王星、海王星という惑星があって、これは、まあ、一番外側だけ見ると水素とかヘリウムとかが多くて、もう木星、土星と似てるんですが、中の方に行くとかなり氷がたくさんあるということが、まあ、予想されています。こういった惑星たちが、まあ、非常にも多様な、というか、まあ、個性豊かな惑星たちがあるんですが、そのことはあまり当たり前のことではないんですね。最初からこんなに個性豊かな惑星たちがあったわけではないだろうと思われています。で、どういうことかというと、まあ、そろそろ寒くなってきて、こう寒くなってくるとオリオン座の季節かなと思うんですが、思わないかもしれませんが、オリオン座の季節ですね。まあ、皆さんよくご存知の三つ星がありますよね。で、肩のところにメタルギウスが、足の方にリゲルがあります。肩とか足とか言ってるのはオリオン座っていうのはなんかこういう男の人のこの姿をかたどったものなんですね。で、この辺に肉眼ではほとんど見えないんですけども、オリオン大星雲という割合有名な宇宙に広がったチリやガスの塊みたいなものがあってですね。で、この中にはたくさんの星が含まれているわけです。で、なんでこんなものをお見せするかというと、こういうところをどんどん拡大していくといろんなものが見える。ちょっとこれ見ても何だか分かりませんが、で矢印をつけたところにですね、例えばこの辺に白い雲のようなものが見えたり、あるいはこの辺にその黒いなんか雲のようなものが波形として見えていたりする。周りの明るいところはその宇宙に広がったガスや塵が周りにあるその星に照らされていたって見えてるんですね。その中に何やら小さな雲のようなものが光るのがたくさんあります。でこういったものがその原子惑星系星雲とか、あるいは原子太陽系星雲と呼ばれて、そのちょっとまあ見にくいですけども、その新しくまさに生まれつつある、誕生しつつある太陽系のようなものだろうというふうに考えられているんです。でこういったそのガスや塵の塊の中で、今我々が知っているその8つの惑星もほぼ同時期に誕生したというふうに思われています。で、まあ、太陽系ができたところを見た人はいないので、あくまで予想なんですが、推測なんですけども、さっき見た原子惑星系円盤、こういう円盤状にこうガスや塵が固まってくると思われているんですけども、それを縦にこうスパッと切ってやると、まあ、こんな感じだったんではないかと思われています。で実際こういう惑星系がたくさん今では宇宙で観測されています。で、まあ、例えばですね、今から46億年前に真ん中に原子の太陽ができていて、その周りにはガスや宇宙に広がっていた小さな塵とかガスが集まってきてできた円盤のようなものが見舞えている。それがだんだん冷えてくると、そういったその塵やガスがだんだんこう固まってきてですね、微惑星と呼ばれる、まあ、小さな石とか岩の塊のようなものがたくさんこの原子の太陽の周りを回るような状態になったというふうに思われています。で、やがてそれらが合体成長していて、原子惑星といって、まあ、今の惑星の卵のようなものがたくさんできたと。さらにそれらが最終的に何回か衝突をして、水星、金星、火星、地球のような地球型惑星になる。あるいはもうちょっと遠いところでは、そういったその原子の惑星を核にして、それをコアにして、周りにあった、まだ残っていたガスとか氷をかき集めて、木星や土星のようなガス惑星ができたというふうに、まあ、想像されているわけです。で、こういうことを考えると、
その、まあ、ほとんど同じ雲の中で出来上がった惑星なわけですから、そんなに最初の姿は違っていなかったというふうに思えるわけです。ですけども、例えばその隣り合ったところにある、しかも硬い岩石の上に空気があるという同じような特徴を持った地球型惑星、金星、地球、火星、この3つだけを並べてもその全然違った顔をしているわけですね。まあ、地球、我々はよく知っている地球はこんな風にその海が全体 の、 7割ぐらいを占めていて、まあ、青く見えていて、その周りを白い雲が、まあ、彩っていると。片やすぐ隣の金星というのは、この写真ではよく分かりませんけれども、まあ、黄色っぽい、まあ、全体がもやのようなものに覆われた惑星です。で、片や火星は、なんかどっかの砂漠のような、その赤茶けた地面が浮き出しになっているような惑星である。まあ、随分こんなに姿が違うわけです。で、これは当たり前じゃないんですね。なんでこうなんだろう。なんで地球だけがこんな水の星になれたんだろう。まあ、それが私たちが他の惑星を調べて、まあ、その謎を解き明かしてみたいと思うことなんですね。で、ここでもうちょっと進んで、そのじゃあ今のようなその地球、火星、金星のような違いがなんでできたんだろう。で、またこうやって違っていることがどういうふうに不思議なんだろうと考えるときに、ちょっとここで予知識というか、ちょっと皆さんに押さえておいていただきたいことがあります。で、それはどういうことか、何かと言いますと、そもそも惑星の環境、惑星のその天気を作るものは何かというと、もともとは太陽からやってくる光なんですね。で、それがまずどういうものかというと、可視光線といって目で見える光です。なんか皆さん、光というと目で見えるのは当たり前だろうと思うかもしれませんけれども、この世界には目で見えない光がいっぱいあります。むしろ目で見えない光がほとんどであって、我々が目で見ることができる光というのはごく一部なんですね。で、それを可視光線というふうに呼んでいて、例えば太陽からやってくる光というのはほとんど可視光線で、まあ、目で見える光としてやってくるわけです。で、この可視光線、特に太陽からやってくる光、可視光線というのはその太陽からエネルギーを運んで地球に送り届けている。まあ、これは皆さんよくご存知ですよね。例えば最近特に注目されているその太陽電池のパネルなんていうのは、太陽光発電なんていうのはまさにこの可視光線のエネルギーを電気に変えているわけです。まあまあ、そこまで難しいこと言わなくても、日向ぼっこしていれば高いわけですね。あれはまさに太陽からやってくるエネルギーを我々は感じているわけです。で、さっきその目で見えない光もあると言いましたが、そのうちの一つがその赤外線と呼ばれる光です。で、これはまあ我々が赤外線を感じるのはどういうところかというと、例えばこういうヒーターですね。赤外線のヒーターと電気で中に電熱線が入っていて、電気を通すと中が熱くなって、そこに手をかざすと何やら手がじんわりと熱くなっている。あれはこういうヒーターから赤外線という目で見えない光が出てきていて、それが手を温めているからなんですね。で、この目で見えない赤外線という光はどんな物体からも出ているんだけども、特に熱いものからはよりたくさん出てくるという性質があって、これもエネルギーを運びます。で、この2つがキーワードです。ちょっとお子さんには難しい話になってごめんなさい。で、この2つがキーワードで、さらにちょっと難しくなって申し訳ないんですが、こういった可視光線と赤外線というものを考えると、地球とか他の星の温度がどうなるかということを簡単に計算できるんです。で、今あまり難しい計算はしませんけども、何を考えるかというと、可視光線という光で太陽から地球とか惑星にこう光が当たるわけ。で、要は可視光線という形で、可視光線というエネルギーがやってくると、そのエネルギーのうちの、ある部分は地球から外にこう跳ね返される。例えば地球には白い雲が浮いているので、その雲によって跳ね返されると。で、跳ね返されなかった分だけが地球に降り注ぐわけです。で、地球の場合は大体 30% ぐらいが跳ね返されて、残りが地球にこう届くわけですね。で、地球に届いたその太陽からのエネルギーが今度は地球の表面で赤外線というエネルギーに変わって宇宙に向かってこう逃げていくわけです。で、この入ってくるエネルギーと出ていくエネルギーの狭間に地球の環境があるということなんです。で、まあ、こういったことを考えて、まあ、じゃあ地球のそういう時に地球の温度はどうなるんだろうって計算ということを簡単に計算すると、実はマイナス18度っていうものすごい低い温度、全ての水が凍りついてしまうような温度になってしまう。で、これはおかしいんですね。地
球は私たちが知っている地球っていうのはもっと暖かくて例えば実際の地球の温度っていうのは17度ぐらいずっと暖かいわけです。でだからこそ我々がこうやって暮らしていける、そんな寒いところに住んでないわけですね。南極や北極に行くととっても寒いけれども、全体としては暖かいわけです。地球はじゃあ何が起こっているかというと、地球の中大気中には、皆さんもよくご存知の二酸化炭素とか、あるいは水がこう蒸発してその水から出てくる水蒸気というガスとか、そういったいろんなガスが含まれてて、これが温室効果というものをもたらすわけです。温室効果って何だろうと、何かというと、さっき太陽からやってくる可視光線のエネルギーが、地球に吸収されて、これ地球の地面だと思ってください。地面に吸収されて、それが赤外線に変わって宇宙に出ていくという話をしました。ここに空気中に二酸化炭素とかそういうガスがあってですね、そこの赤外線が空気中、こういったガスによって吸収されてしまって、宇宙にうまく出ていけないわけですね。吸収されて、またそこから赤外線が出て吸収されて、繰り返しながら何とか少し宇宙に出ていくと。でこういったことを考えると、その地球の表面にどんどんエネルギーが蓄えられて温度が上がってしまうと、これが温室効果なんですね。皆さん野菜とか果物とかをその寒い時のところでも育てるために、温室といってグリーンハウスって白い透明な箱の中に野菜を入れて育てたりしますね。あれなんかも熱が外に逃げにくいようにして温度を上げるという意味で、温室というわけなんですが、ちょっと仕組みは違うんだけども、やっぱり外に熱が逃げにくいようにして温度を上げるということで、温室効果というふうに呼んでるわけです。でこうやって温室効果が働いていて、温度を上げるおかげで地球はこう暖くなって、無事凍りつかないで、こういう海がある、川がある、その液体のよう水がある、水が流れるような星でいられるわけです。ですから地球はその二酸化炭素とか水蒸気という、赤外線という目で見えない光をその吸収する、宇宙にそれが逃げていこうとするときにこう地球に留めておこうとするような、そういったガスがあるから地球は溜まって、ちょうど私たちが暮らしていけるような水の星になっているということなんです。でそういうことなので、例えばこの二酸化炭素がもっともっと増えたらどうなるか。当然ながらもっともっとこれが地球の温度が上がっていくんですね。それが温暖化なんです。今人間の活動でどんどん産業活動とか、あるいは車の排気ガスなどでどんどん二酸化炭素が出ていって、空気中の二酸化炭素が増えていく。それでその地球がどんどん暖かくなっていく、温暖化が起こるんじゃないかということが心配されていて、実際地球の平均温度はここ100年ぐらいどんどん上がってきているんですね。それはまさにこの二酸化炭素が増えすぎているからなんです。だから難しいところで、この二酸化炭素のようなその、専門家はその温室効果ガスと言うんですが、この温室効果ガスがあるおかげで地球は凍りつかないで済んで生命の星になれているのだけども、増えすぎても困ると、ちょうどいいところで止めておくっていうのが大事なんですね。じゃあこういった事情が他の星でどうなってるんだろうかというのを見ていきましょう。金星はどういう世界か。これは実は460度という灼熱の世界。460度ってちょっとイメージできないんですが、例えば天ぷらを揚げる油の温度が200度ぐらいらしいので、それよりもずっと高いと思うと、とんでもないところだっていうのが分かると思います。これは昔金星に着陸した着陸ロシアの着陸船の端っこがちょっと見えてるんですが、こんなのも着陸してこんな温度なので、そんなに長い間行けなくないで、せいぜい1時間ぐらい頑張って通信が途絶えたみたいですね。で、片や火星、最近火星探査機いろいろ行ってますけども、表面逆にマイナス60度っていう凍りついた世界なんです。じゃあこういったこのお隣さんはその何が起こってるんだろうということをちょっと見ていこうと思います。で金星、暁から出す金星、どんなところかというと、地球よりも100倍も濃い空気、大気があります。でその空気のほとんどが 96% が二酸化炭素でできている、そういう惑星です。で海がなくて表面を硫酸っていう、手でこうちょっと触ったりしたくないような雲で覆っている。で表面の温度がとっても高い、地獄のようなところだなとこれだけ見ると思うわけです。で、さっきと同じように金星の温度が
どういう温度になるはずかっていうのをちょっと考えてみると思います。で、地球と違うのは反射率が高い。金星はもうとにかくピカピカの雲に覆われてるんですね。ちょっとこの写真はあまりピカピカ見えないんですが、もうピカピカの、白っぽい、黄色っぽい雲で覆われてる。なので、入ってくる太陽の光をほとんど全部跳ね返してしまいます。で、中にはほとんど太陽の光を入れない、そういう惑星なんですね。だから、金星は太陽に少し地球よりも近いところにあるので、よりたくさんの太陽の光がやってくるんだけども、そのほとんどを跳ね返してしまうので、実は金星は太陽からエネルギーはあんまり受け取ってないんですね。で、その入ってくるエネルギーだけを考えて、表面温度を計算すると、マイナス49度っていう、もう極寒の世界、金星はもう凍りついてしまうはずだということになるわけなんです。じゃあ、なんで460度と。それはやっぱり温室効果ガスなんです。金星の大気中にはさっき言った二酸化炭素がもう膨大にべらぼりたくさんある。ほとんど二酸化炭素の大気で、しかも大気そのもの、空気そのものが地球の100倍も濃い。そのためにこの二酸化炭素、大量にある二酸化炭素が強烈な温室効果をもたらしている。ほんのちょっとやってくる太陽の光をもうとにかく宇宙に逃がさないで溜め込んでしまって、すごく高くなっている。太陽系の惑星の表面の中で金星の表面が一番温度が高いんですね。水星、それよりも内側にある水星よりも高い温度になっている。それはこの温室効果のせいなんです。じゃあここでちょっと不思議なのは、なんで金星にこんなに二酸化炭素がたくさんあって地球にはちょっとしかないのか。地球で二酸化炭素がどんどん今増えて温暖化が起こって大変だと言ってるんだけども、でも実はせいぜい空気中には 0.03% しか二酸化炭素はないんですね。地球にはほんのちょっとしかない。じゃあなんでなんだろう。で、まあ、こういう疑問を当然こういう惑星の方を見てると思うわけです。で、どう思われてるかというと、地球では海がある。金星には海がないけど地球には海がある。海があると海に二酸化炭素が溶けるんですね。で、海に溶けた二酸化炭素はその海の中にはもともと陸地から流し出されてきたカルシウムとか、実はいろんなミネラルが含まれている。そういったミネラル、特にカルシウムと結びついて、炭酸カルシウムという固体の物質になります。で、それが海の中にだんだんこう沈んでいって、最終的にはそれが地面に取り込まれてしまうと。ですから、地球の場合はこの二酸化炭素がほとんど地面の中に隠されている。だから、じゃあ仮に地球をこんなことは起こらないけども、地球を無理やりその太陽の方に近づけていって金星のあたりに持っていったら何が起こるか。まず海が全部温度が高くなっていくので海が全部蒸発します。で、海が蒸発するともはや二酸化炭素がこうやって海に溶け込んで地面に隠されるということが起こらなくなるので、今地面の中に入っている二酸化炭素は例えば火山ガスなどを通じてどんどん空気中に戻っていきます。で、全ての空気中に二酸化炭素が戻ってしまうと、おそらく金星のような膨大な二酸化炭素の空気、大気をまとった惑星になって、おそらく金星のような灼熱の世界になってしまうというふうに考えられています。ですから、海があるというのが鍵なんですね。で、この金星の水がどうなってしまったかというのは、まだ答えはありません。ありませんけども、一つ研究者たちが想像しているのは、宇宙に逃げたんだろうということなんです。金星でかつて何が起こったかってよく分かんないんですけども、地球よりも若干太陽に近いところにあるので、多分海がもともとあったとしても、空気中に徐々にこう蒸発して、大気の上の方に運ばれていくだろうと。で、そういった水が蒸発してできた水蒸気ですね。そういったものは太陽の紫外線を浴びて、水素とか酸素とか別の物質にもっと小さな分子にこう分解されて、最終的には宇宙空間に蒸発するようにして逃げていったんじゃないかというふうに想像されています。こんなことが何億年もかけて起こったんではないかというのが一つ考えられるシナリオです。じゃあ逆に火星は、金星、地球があって一つ太陽に近いところに金星があるんですが、太陽から一つ遠ざかったところに火星があります。で、火星はどういった大気かというと、ざっと地球の100分の1ぐらいの薄い空気です。さっき金星が地球の100倍の大気と言いましたが、火星は逆に100分の1なんですね。とっても覚えやすい。で、火星も実は金星と同じように、その大気、空気のほとんどが二酸化炭素なんです。
で金星と似てるのは、まあ、今のところ表面に海がないと。で表面がとっても寒いのは金星と真逆です。じゃあここで何が起こっているのか、また同じことを考えてみましょう。火星は金星とは逆に雲が少ないので、地球よりも少ないので、まあ、反射率が 16%、 つまりまあ残りの 84%、 ほとんどの太陽光のエネルギーが火星の場合には地面まで届いて、火星にちゃんと吸収されるんですね。だから火星はその太陽からちょっと遠いんだけども、でもその太陽から届くエネルギーをとっても効率よく使っている、無駄なくちゃんと吸収しているわけです。だけども、まあ、いかんせん太陽から遠いので入ってくる太陽の光が弱いので、表面の温度をこうやって計算すると、まあ、マイナス59度くらい、とっても寒くなる。ただここまでは金星や地球と同じなんですね。大気、こういう空気の温室効果ガスのことを考えなければとっても寒くなってしまうというのは同じです。じゃあ火星では温室効果で暖かくなるでしょうかというと、まあ、確かに空気の成分の二酸化炭素っていうのはこれは温室効果ガスなので通報がいいんだけども、ただ空気が少なすぎる、そもそも空気が薄いので二酸化炭素の量も少ないんですね。なので結果的にはほとんど温まらない。なので火星は結局寒いままなんです。でこうやって見ていく、そうですね、だから結局火星は寒いまま。でそうするとじゃあもう火星は昔から空気が少なくてずっと寒い効率的な世界ですかということなんですが、そうでもない。最近ニュースにもなりました、まあ、火星に着陸したアメリカの巨大な探査車キュリオシティ、これが火星の表面の調査を始めたわけですが、まあ、最初に飛び込んできたニュースはその地球の堆積岩に似たような岩が見つかったというニュースでした。でこの堆積岩って何かというと、こちら地球の写真なんですけども、皆さん河原なんかにとか、まあ、河原じゃなくても見たことはあるかもしれません。こういったその丸っこい小石をたくさん含んだような、たくさんこう砂と一緒に混ぜて固めたような、そういう岩ですね。でこれはどういうところで作られたかというと、その例えば川の、こう川が流れていると川の中にはその 水の流れによってその角が取れた丸っこい石とか砂粒がたくさんあります。でそういったものが長い時間をかけて積もって積み重なって圧縮されて岩になったようなのが堆積岩なんです。で それととってもよく似たものが火星にも見つかったと。こちら火星の写真です。なんかこんな岩があってそこから崩れてきた小石を見ると角が取れた丸い石がたくさんあると。でこんなものはおそらく長い時間川が流れていてその中で角が取れて丸くなったような小石がたくさんあってそれが固まってできたんだろうというふうに思うわけです。でこんなものが見つかったということで、いよいよ火星には昔川があったんじゃないかということになってます。まあ、火星に川があったこと自体は、例えばもっと前に撮られた上空から撮った写真なんかを見ていても、こんな川の跡があったりしてですね、まあ、考えとしてはかなり有力だったわけですが、まあ、いよいよ他の証拠が見つかったということであります。でそうだとすると、今の火星はとにかくとっても寒い。寒いんだけども、昔はそうじゃなかった可能性があるんですね。でさらに、その頃たくさん水があったということの暴潮が、実は今、火星にたくさん水が凍りついた氷の形で存在するという形で見つかって証明されたわけです。これはまた別 の火星探査機ですけども、そのある特別な装置で、その火星今、火星の表面は砂漠に覆われのような砂赤い砂に覆われているんだけども、その地下、その地面の下にたくさん氷があるということが発見されたんですね。でこれは火星の地図で、この青く見えているところに特にその地下に、地面の下にたくさん氷が眠っているということが分かったんです。だから火星は今なんか乾ききった砂漠のように見えるんだけども、実はそうではなくて、火星はもう地球のような水惑星とのでたくさん水を持っている。だけどもあまりにも寒いので地面の下で水は凍りついてしまった。でだけども今とっても寒いんだけど昔はなぜか暖かかったということなんです。じゃあどうなんで暖かかったのかと、これもまだ分かりません。みんな知恵を絞って考えてるんですが、一つ有力なシナリオはやっぱさっき金星や地球を温めているということを言った二酸化炭素、これが火星にももっとたくさんあったじゃないか。今の火星の空気大気は地球の100分の1ぐらいでとっても薄いんだけども、昔の火星には地球と同じぐらい濃い空気、
大気があって、そのほとんどが二酸化炭素だったとしたら、表面が十分暖かくなって、海や川があったかもしれない。そうやって地下性を温めていた二酸化炭素がどこへ行ったかっていうのは今もってわからないんですね。まあ、もしかしたらさっき金星から水が逃げた話をした時に言ったような、その惑星から宇宙に逃げていくんですよと、ガスが逃げていくんですよという、そういったシナリオが火星でも成り立つ。火星でも二酸化炭素が今度は宇宙に向かって逃げていって、そのために温室効果が弱くなって、だから温暖化とは逆の寒冷化が起こって凍りついてしまったかもしれない。そんなふうに思われる。でちょっといろいろ話がごちゃごちゃしたので、まあ、乱暴にまとめてみると、その地球はちょうどいいぐらいの温室効果がある、ちょうどよく温暖化していると思う。そのおかげで、まあ、今のところ我々は快適に暮らしているわけです。この先どうなっているか分からないけど、今とっても快適なのはちょうどいいぐらい温室効果がある。で金星はこの温室効果が強すぎて灼熱の世界なんでしょう。で逆に火星はこの温室効果が弱すぎて凍りついてしまった。昔はちょうど良かったかもしれないけども、こう温室効果ガスがあまりにも減ってしまったために凍りついてしまった。だけど今はだからこんな風に違った姿をしているんだけども、昔はもしかしたらどの惑星でもちょうどいい温室効果があって、全て表面に液体の海があったかもしれないというふうに思われているんです。まあ、それも本当かどうかというのはまだ議論があるんですけども、本当は昔はそうだったかもしれない。で、二酸化炭素はだからありすぎても困るし、なくても困ると。だからありすぎて困ってるのが金星で、なくなってしまうと困ってるのが火星なんですね。地球はちょうどいいところにある。まあ、もうこれだけ今日は覚えて書いていただければ、まあ、いいような話です。なんですが、もう少し暁が調べる気象の話を最後に少しさせていただいて、心理確認しようと。で、暁はこういったそのとても興味深いと私たちが思っている3つの地球型惑星のうち、その金星の気象をもうちょっと詳しく調べてみよう。こうやって温暖化した暁に、暁にこれシャレじゃないですが、温暖化したのに、どんな世界になってしまうのかと。そこからその地球のような気象、地球のような環境ができる仕組みをもっと深く理解しようというところに目的があるわけですね。特に暁の調査対象、金星の気象というときに一番特徴的な現象はスーパーローテーションといって、その大気全体が地面の回転をはるかに速く追い越しながら、西から東じゃない、東から西へと時速400キロで循環しているという、そういう現象なんです。で、こういった大気の流れは地球では見られないものなんですね。これは地球の気象衛星が捉えた地球の大気中の水蒸気の動きです。こういった映像はあまり天気予報では流れないので、こんなものが とてもこれが地球に見えないのではないかと思うんですけども、その地球、我々目で見ると、可視光線で見ると、空を見ると雲が見えるだけなんですけども、実は雲があるということは、空気中にもともと水がたくさん含まれているということなんですね。で、水は空気中では水蒸気という、まあ、ガスの形で、ガスの姿で含まれています。そういったガスを特別な方法で宇宙から見ることができて、それと撮った写真をつなげていくとこんな風に見えるんですね。で、日本は、ここにあります。この辺に日本があって、ここに中国があって、ヨーロッパ、アフリカ、南部のアメリカとなっています。で、これを見ていくと、空気の流れがよく見えるんですけども、こういったその地球スケール、惑星スケールの巨大なその空気の流れがそもそも何で起こっているのかというと、その原動力は何かというと、地球の地球にこう太陽から降り注ぐ太陽のエネルギーというのは、その多くが熱帯地方に入っているんですね。なんでそうなるかというと、熱帯地方というのはこの地面が太陽に向かってこう正面を向いているわけです。南極とか北極のあたりはその地面が太陽の光に対してこう斜めになっているわけですね。まあ、そういった関係でほとんどの太陽のエネルギーが熱帯地方に入っている。で、そうすると熱帯地方ばっかりがどんどん暖かくなっていって、南極や北極、その高緯度の地方はどんどん冷えて冷たくなってしまう。で、それだと困るので、まあ、困らなくてもいいかもしれないんですがそうやってすごく地球の表面、惑星の表面で場所によってすごく温度が違うと、その温度の違いをなるべくなくすようにその空気が動こうとするんですね。
それが風なんです。だから、まあ、我々普段の生活でいろんな風を感じるんですけども、その原動力はその場所によって太陽の光によって太陽の光の当たり方によって場所によってすごく温度が違う。その温度の違いを慣らすように空気が動こうとするために風が吹くんですね。で、そこは他の惑星でも同じはずなのに惑星ごとに全然風の吹き方が違うんです。今みたいにその地球の風っていうのは、例えばこれで言うと、我々日本があるこの辺ですね、中緯度地方っていうのはまあ、かなりこういろんな動きがあるんだけども、大体東からじゃない、西から東へとこう空気が吹いている、風が吹いているということが分かります。これが偏西風ですね。まあお聞きになることもあるかと思います。一方で熱帯地方ではいろんな雲が現れたり消えたりしているんだけども、まあ、全体的には逆に東から西へと空気が動いているような、まあ、性質があります。これは地球の風の特徴的なパターンなんですけども、こんな感じですね。で、火星も、地球と似たような風が吹いていると思われています。ところが、金星はそのスーパーローテーションと呼ばれる、東から西へと時速400キロで、すべての星と同じ方向に風が吹くというかなり特殊な風を持っています。で、こういう風は土星のお月様、土星の衛星であるタイタンでも吹いているということが分かっています。ですから、同じようなその固い地面があって、マリン地面があって、空気があって、そこに太陽の光が当たって、風が起きる。そこまでが同じような仕組みで起こっているのに、まあ、そこで結果的に吹く風が惑星ごとに全然違っているわけです。で、謎を、このからくりを解き明かしてやろうというのが、もう惑星の環境、惑星の気候を調べようという時の、一つの問題意識になるわけです。まあ、今日はあまりそこの詳しいところには立ち入らないのですが、あともう一つ地球型惑星とは全く別の、種類の大気の運動がありそうな惑星ということで、木星を最後に紹介しておこうかと思います。で、木星は、硬い地面が あるわけではなくて、惑星全体がこう流体というか、まあ、表面はこうガスで、少し中に入っていくとガスがもう圧縮されて液体になっているんですけれども、いずれにしても惑星全体がこう流れこうずっと流動する、流れるような、そういった不思議な惑星です。で、その木星の写真をですね、連続的に並べるとこんな格好になっていて、まあ、皆さん木星の写真を見るととにかくなんか不思議な縞模様があるなというところだと思うんですが、実はこう時間的にこう連続した画像を並べてみると、その縞模様に対応して場所によって違う方向の風が吹いているということが分かります。かなり複雑ですね。ここではこんな速い風が吹いていますが、ある場所では反対方向の流れが、南北方向の風がこう非常に複雑に入り組んでいるということがわかります。結構これ風速くてですね、金星と同じような速さの風が場所によって違った方向にこう島状に吹いているという惑星です。で、この風が何でできるかっていうのもよく分かってないんですが、もしかするとその木星が地球とは、その地球型惑星とは全然違った仕組みで風が起こっているということも考えられる。どういうことかというと、さっきその地球や金星、火星っていうのは、まあ、太陽からやってくるエネルギーがあって、それが全てを温室効果を温室効果を引き起こしたり、あるいはその風を吹かせたりという話をしたわけなんですが、木星はそうじゃないエネルギー源があるんですね。もちろん木星にも太陽から光がやってきてエネルギーが入っているのだけども、木星はそれとは別に中から湧き上がってくるエネルギーがある。もちろんその地球でも地熱といって、温泉なんかで我々実感しますけども、地熱といって下からじわじわとやってくる熱のエネルギー、熱っていうのはあるんだけども、木星はそれがずっと大きくって、その地熱が最終的に宇宙に向かってまた赤外線として出ていくんですが、木星の場合はその太陽から入ってくる熱の2倍の量の赤外線が外に向かって出ている。つまりその太陽からやってくるエネルギーよりもそれと同じぐらいの強さ の熱が内部から内側から湧き上がってきているんですね。で、この仕組みはまだよく分かっていないんですが、一つの考え方は、木星が46億年前に木星も含めて太陽系ができた、太陽系の惑星たちができたんだけども、その時にそのいろんその太陽系原始太陽系星雲に広がっていたいろんなこうガスが集まってきたわけです。集まって惑星ができたんだけども、そのプロセスがまだ木星では続いている、進行中なんじゃないかというふうに思われます。どういうことかというと、
ちろん今木星にどんどんガスが降り積もってるわけじゃないんだけども、降り積もった後のガスの塊の中ではさらに重い物質がより中の方に沈んでいって軽い物質が湧き上がってくるというようなプロセスがずっと続いていくんですね。でそういったプロセスの中で熱が生まれて宇宙に向かって出ていくんじゃないかというふうに思われている。ですから木星はその木星型惑星っていうのは中から上がってくるエネルギーがその大気全体の運動を作るということが、まあ、あるかもしれない。それがもしかしたら最終的にはその木星のこの縞模様とか、あのとても不思議なその、はい、あの場所によって全然違った風が吹く縞模様になった風のパターンを作り出しているかもしれないというふうに思われています。でこういったその木星にしても金星にしてもとても不思議な風があるんですけども、そういった風がそういった不思議な風が何でできるのかと、でそこはちょっと専門的すぎるので立ち入らないんですが、一つキーワードを挙げるとしたら波なんですね。これさっきの地球 の水蒸気の画像です。これを見るともううねうねといろんなこうなこう波打つようなパターンがたくさん見えているということがわかります。でこれはその私あまりにも大きすぎて、これ私たちはこの辺 の島の中にどっかでポツンといるわけで、とてもこんな大きな地球全体のこう波打ってる様子なんで我々は感じることができないんですが、常にこういったものが地球全体を取り巻いていて、でこういった波がこう力を運ぶことによって、例えば地球でもジェット気流というとても強い気流が生まれたりする。でこういったあの波が力を運ぶという仕組みが金星とか木星とか他の惑星では我々がまだ知らないような仕組みで働いていて、あの不思議な風のパターンを作るのではないかというふうに、まあ、想像されているんです。で、まあ、こういった研究が最終的にどういったところに行くんだろう、いろんな、もちろんあの一つそこからあの地球金星とか火星あるいは木星を調べることによって、その地球のような環境がどうやってできるんだろう、地球のような気象がなぜできるんだろう、そこを理解していくというのは一つの、 ゴール、究極のゴールなんですが、もう一つは今太陽系の外でどんどん見つかっている系外惑星といって、太陽系のとは違うあの太陽や惑星たちですね、そういった世界をもっとよく知っていると。そうするとその宇宙全体の中で太陽系のようなあの惑星系はどのくらいあって、その中でその地球のような惑星がどのくらいあって、まあ、金星や火星のような地球のようになり損れた惑星がどのくらいあって、そこでどんな気象があるんだろうといったところまで、まあ、これからはあの分かってくるだろう。そうするその中でやっぱりそこまで行くと、その地球のようなあのこういった我々が快適に暮らしていって生命を育めるようなこの液体水があるような環境がどのくらいその特別なものであって、あるいはあの普遍的にどこにでもありふれたものであるのかということが分かってくるだろうと思うんですね。まあ、そういった理解への、まあ、一つのステップがあの まずは太陽系の惑星を調べることだし、さらにその中でそのための一つのステップが、まあ、暁のような探査機を他の惑星に送り込むことなんですね。まあ、そういった見方があるということを一つ分かっていただけたら、今日の私の話はここまでです。ありがとうございます。ありがとうございます。先生に言ってもらったのが分かると思いますね。挙手をして何か質問をしてもらえればと思います。はい、ありがとうございます。本日は楽しみありがとうございます。例えばですね、地球というか日本は今こうだんだん寒くなって冬になっているんですけども、例えば金星とかこういった星にも四季みたいな季節っていうのはあるんでしょうか。はい、火星には、火星にはとても分かりやすい四季があります。
四季がなぜ生じるかというと、まあ、2つ理由があって、一つには自転軸が惑星がこうある軸の周りにこうぐるぐると回って自転しているんですが、その軸がこう傾いていると、その太陽の基本的に軸を傾けたまま、こういうふうに惑星はこう太陽だとして太陽の周りを回っているんです。そうすると、その軸がこう傾いていると、その太陽の周りを回っているときにどこにいるかによって、その例えばある日本とかある場所に限って言うと太陽の当たり方が変わってくるんですね。それによって四季ができると。もう一つは、その例えば惑星が太陽の周りを回るとき の軌道が円ではなくて、こう楕円というか、ひしゃげた形をしていると、回っている、公転しているうちに太陽までの距離が離れたり近づいたりすると。それによってもその四季が生じる。そういった観点で言うと、火星にはとても大きな四季があります。もう地球よりももっと極端な四季があって、季節によっても何十度とか、あるいはもう100度とかですね、ものすごい温度差が火星では100度ぐらいかな、季節に温度が変わる、そのぐらい極端な季節があります。それは火星の自転軸が大きく傾いていることと、あとは太陽が距離も大きく変化するということです。ところが、金星には今のところ四季に伴う変化は見つかっていません。これは金星の自転軸がほとんど傾いてないんですね。ぴったりこうほとんど南北方向に向いた状態で自転していることに加えて、太陽までの距離もほとんど変わらない、ほとんど円の軌道を描いて回っているということで、金星にはほとんど季節はないことはないんだろうけども、今のところ全く検出されていないというぐらい季節がない。ありがとうございます。他にも何か質問ありました？観測しようとしているのかということをお聞きしたいと思います。はい、高月はですね、金星に着陸するわけではなくて、その地球の周りにもいろんな人工衛星が回ってますね。気象衛星ひまわりとか、あんな感じで金星の周りをこうぐるぐるこう回りながら、特別なカメラを使って金星の表面を調査します。なので、その直接高月が濃硫酸の雲の中に飛び込んだり、あるいはその460度のもう灼熱の温室効果の世界に飛び込んだりするわけではないんですね。ですので、その直接その探査機がそのダメージを受けるわけではないんです。ただし、その金星の表面で何が起こっているのか、どんな事象があるのかということを調べようとすると、表面は熱い硫酸の雲が覆っている、あるいはそのとっても熱い二酸化炭素のガスが取り巻いているということが実は障害にはなるんです。つまり外から目で見ても中の方まで見えないんですね。我々が金星を見て もう表面の一番雲のてっぺんのもやっとしたものが見えるだけで、中で何が起こっているのか全然見えないと。それは金星の大気があまりにも濃いし、雲も厚いということになります。でそのために、暁では目で見えない光、赤外線でその厚い雲とか厚い二酸化炭素のガスの中までこう通して、こう透き通るようにしてこう見て、透かして見てしまうような特別な観測装置をたくさん積んでいて、それでもって目で見えない光、目で見えない全然見えないような深いところまでを捉えることができる。ですから、若月が工夫している点があるとすれば、そういった目で見えない奥の方まで濃いガスの中まで見ることができるような特別な目を特殊して見れることができると。そうなんです。ということですか。はい、その距離というのはどのくらいの時から、あ、はい、限度というのはある、限界というのはあるんでしょうか。ですね、暁は金星の周りを回りながら、近いところまでは遠いところもあるんですが、そこから外から見る分には、
基本的には次元まで通して見ることができます。それは大気全体を透き通してこう見ることができるような特別な装置を。はい、はい、分かりました。ありがとうございます。はい、他にも質問とありましたらお願いします。後でゆっくり個人的に聞きたいというのもありなので、はい、今の話に直接関係なくてもよろしいですか。はい、今まで答えられるかどうか聞いておきたいこと、暁のことです。はい、今までで暁のサイエンスプロジェクトサイエンティストといって暁の計画を立ち上げた人の最初のお一人の一人です。楽しいお話ありがとうございます。今暁が冒頭でもそのメインエンジンは壊れたんだけれどもサブエンジンらしいもので、軌道投入を試みているという話は、まあ、ネット含めていろいろと話は目利きしているんですけれども、現状として、どういうふうな計画になっているのかで、まあその見込みですとかその辺のことを、分かる範囲でお聞かせいただければと思います。はい、今度報道やネット等で出ている通りで、我々はほとんども何もこうさらにこう積み隠せるような情報もないという状態なんですけども、まさにメインエンジンは全く壊れて使えない状態です。それは去年ですね、試し吹きといって短時間試しにこう噴射してみて力が出るかどうか試してみたんです。そうしたらもう全然力が出ないと、もう根元から破壊されてしまっているということが判明しました。でその時にやったことはそのメインエンジンではなくて、その暁の周りにはこのサイコロのような形をしてますけども、その角のところにですね、その衛星の向きを拡大するための小さな補助的な小さなエンジンがあります。でそれを使って金星に行くことができるんじゃないかということを考えております。ただそこで心配だったのは、その小さなエンジンというのは本当にこう短時間プシュッとこう吹くだけの用途を作るために作られていて、実際金星まで行こうと思ったらまず金星の方に向かう軌道に乗せなきゃいけないし、金星についてる逆噴射しなきゃいけない、そこで延々とも長時間何十分も吹き続けなきゃいけない、そんなことは実は打ち上げる前に地上でもそんな試験やってないんです。果たしてそういう噴射に耐えられるかどうかというのが次に大きな課題というか関門だと思います。それ実際に去年の11月にじゃあもうやってみるしかないということで、その小さなエンジンを使ってその金星の2015年にぴったり金星に到着できるような方向に探査機を飛ぶ方向を変えるようなオペレーションをやったんですね。小さなエンジンを何十分も延々と吹き続けるということをやりました。で結果的には見事その壊れもせずにほぼ計算通りの性能でちゃんと加速を出してそちらの方に探査機を向かわせることができたんです。ですから同じような噴射を今から3年後金星の近くに近づいたときにもう一度成功させることができれば、そこでその小さなエンジンがもう一度壊れないで何とか何十分か耐え忍んで吹いてくれれば、もう一度金星周回軌道には入れると思います。で今のところ探査機はとても健全で問題なく飛んでいるので、何とか事故がなければいけるかなと思っています。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、もし他にも質問があれば今お願いします。はい、すみません、2週間ぐらい前でしたが、ナショナルジオグラフィックの方でビーナスエクスプレスが金星の大気の中に黒く低温の層を発見したとのことが報道がされたんですけれども、全容解明はまだでしょうけれども、この報道はどのように今日受け止めるべき、どのような影響をもたらすのでしょうか。金星大気中に黒く低温な大気が発見したとか、ちょっと自分もちょっとうろ覚えなんですけれども。あ、そうですか。観測で金星の第一面通過の時に、はい、金星チームの方が、はい、金星の大気についてより良い情報を得られたとのことなんですけれども、どのような情報を得られるのでしょうか。はい、今実は宇宙研のある学生が先生のこのデータの解析をしているんですが、どうなってるか確かに金星の周りをこう、金星じゃない太陽の周りを金星が通過する一面通過がしばらく前にあります。
その時にその金属衛星を使って観測をして、その金星の大気の影響でその太陽は何て言うんですかね、実際何を捉えたかというと、その太陽、例えばあこれちょうどいい太陽と思って金星がこう通っていくと、そうするとその金星の大気がこう周りをこう覆ってるわけですね。そうするとこの金星の大気を横からこうかすめるように通過した光の地球で金星が捉えることができる。そうすると金星の大気中にそのどういう物質があるか、あるいは金星の大気中の雲とか、あのいろんな物質 の, その高さ方向にどういう層を出してこう分布しているのかという情報を得ることができます。で確かにそういった情報が含まれているようなデータを取られています。ですからあとはそれをどこまできちんとあのデータの処理をして、あの実際にこんな物質がこんな風にありますよと、それがこれまで思ってたこととどう違いますよということが、まあ、ちゃんとやれば出てくるだろう。ただもう少しそこを結果にこうあの報告するには時間をいただく必要があると思います。はい、ありがとうございます。ではそろそろ11時も過ぎましたので、であの真鍋先生の講演の方は以上にしたいと思います。真鍋先生ありがとうございました。11時15分まで休憩にします。その後、皆さんにちょっと工作を挟みます。